はい、どうも皆様、いらんからふてダラダラプレイヤーのうちゃんでございます。先日猛吹雪で結構ガチで遭難仕掛けました。仕事でちょっと遠くまで高速道路で行ったんですけど、なんか僕らどうだろう、まあ、同じ会社の人僕ともう一人いて、僕の方がね会社出るの遅かったんで、まあ先に高速乗ってったんですけど、で全然知らない人たちがねトラックで1台ぐらい高速入ってたのかな。で俺の後ろはねもう誰もいなかったんですよ、高速入ってくる人が。いやおかしいなと思ってたんですけど、多分僕が入ってすぐ通行止めになったんですね、あれね。まあありゃ通行止めになるわっちゅうぐらい猛吹雪で、一応動画撮ってきたんですけど、はい、カメラで見るとね結構見えるんですよね。肉眼だとほんと真っ白で、本当にホワイトアウトっていう感じだったんですけど、いやあれはそうですね、びっくりしましたね。まあそれはいいんですけどね、どうでもいいんですけど、久々にちょっとこうメインキャラのお家のこのラジオブースだったような、なんなんですかね、もうこの部屋ね、はい、もういろんなものごちゃごちゃですけど、なんかこれいつだかのねアップデートからあんまり消えなくなりましたよね、このアイテムが。ふって消えてふって出てくるっていうのが少なくなったかなーっていう気はするんですけど、はい、クリスマスツリーいつまで飾ってんのかねこれ。はい、まあ、で今日なんですけど、すごいいつも通り緩いんですけど、青魔道士この人一応50になってます。はい、これ青魔道士の AF なんですけど、なんかスケバンみたいになってますけどね、みんなにこれヤンキーって言われるんですけど、まあいいわ、まあそれはいいんですけど、全然ラーニングしてないんですよ僕、これね。で、あれ、いやでもまだね喋りたいこといっぱいあるんですけど、あれなんですよ、俺こうなんかこうあんまり攻略とかね、これを全部埋めようっていうのもあんまり特にないんですけど特にないんですけど、どうしてもね欲しい技がいくつかあったんですよ、青魔道士ね。そんなに興味がないとはいえね、これね、これそうそう、マネキンね、ルガディにできるようになったんですよね。もうこれみんなちょっと筋肉さんのね金色のパンツにしたいんですけど、ちょっとハイランダーね早くできるようになってくんないと困るよねこれ。でも髪型とか指定できないから、まあもうルガディいいかなって感じなんですけど、まあそれはいいわ。あれ、青魔法ですよ。青魔道士が出たら僕が本当に唯一ではないんですけど、楽しみにしてたのが、まあ、まずね、まずまあここ、まあ後日談というかあれなんですけど、これ好き、これこのなんか移動する、なんか音ちっちゃくね、 FF ちょっと待って、いやまあちょ、わかんねえけど、なんか音ちっちゃいな。まあいいんだけど、まあこの移動のやつ、それもちょっとどうでもいいわ。まあ、青魔道士が実装されたら、これ使いたいなっていうのがあったんですけど、これね、まあ、今なんかあったじゃないですか。ね、今なんかビーって行きましたけど、まあ、そんなことどうでもいいんですよ。これを使って、例えばね、こういうところに来るよ。ほんで、あ、またモザイクかけなきゃ。スラッシュ G ポーズをするわけですよ。そうするとね、あれ?え?なんで?あ、俺なんか今押しちゃったんだ。あれ?あ、オッケー、あ、びっくりした。ほら、こうマーケットボードに向かって目からビーム打てるっていう。これ。ただね、このスケバンの格好するとね、目からビームすると、もうパンツ丸めなんですよ、これ。まあ、パンツじゃないスパッツみたいなもんなんですけど。これなんで?こんなスカートバフってなんないでしょ普通。これすごい上から見たらこう なんだろうこれ、なんかの花みてえだもん。なんかこういうモンスターいましたよね、モシャーヌに。こういうやつ いたよね。なんかこう下が花なんだけど上なんかこういう人いたじゃん、モシャーヌハードとかに出てくるじゃん。いたよねこういうやつね。青魔法ってことごとくこのスカートバーなるんだけど、だから AF があのあれなのかな、2杯みたいな、なんかこう短いスカートなのかな。スカート系やばいよ青魔法。まあいや、まあ、まあ、それどうでもいいんですけど、それもねどうでもいいんですけど、
このグラワーって僕の中で唯一の弱点があるんですよ。こう目からビーム出せるのはいいんですけど、目からビーム出したいでしょ、だって俺は出したいんですよ、目からビームを。唯一の弱点がこれ、こうほらターゲット指定が違ってますっていう、黙人とかモンスターに対してしかできないんですよ、これできないの、これがねちょっとショックで、まあそれをねちょっとフレンドさんに話したところ、俺はいつでもどこでも目からビームが撃ちたいと、それができなきゃ青魔法なんてダメだっていうことを言ったらですよ、まあ、フレンドさんが結構青魔法をね結構ランニングしてて、いやどこでもできるやつありますよっていうのをちょっと教えてくれたんで、今日はそれを取りに行くっていう、それだけです。はい、モードナ行きます。モードナちょっとコーヒー、あちょっと待って、あまあいいや、なんでもない。はい、まあそんなわけであれですよ、今ワンダのモーニングショット飲んでたんですけど、はいこれ取りました、これね。なんかうんねえ、黒いデブチョコってであれでしょ、唐揚げくんとかでしょこれ、ねえ狙ってるでしょこれ、絶対唐揚げにされそうなところを命からがら逃げてきたんでしょこれ、きっとだから黒いんでしょ、焦げてんでしょこれ。俺にはなんかそういう風に受け取っちゃったんですけどね、はい、黒デブチョコボ、デブ黒チョコボ、どっち、デブ黒チョコボ、黒デブチョコボじゃないんだよね、デブ黒チョコボ、デブチョコボカッコ黒とかでもいいような気するんだけど。でこれしかもさ、しかもね、いやそう、これ動画とかで言ってなかったんですけど、これさ、いやいいんですよ、いいんですけどせめてアカウント内にしてほしかったんですよね。で筋肉さん乗れないのよ、だからこれ今ローソンのあれやってるじゃないですか、キャンペーンみたいな、唐揚げくんのニンニクなんとかだったら2スタンプもらえて、ワンダのモーニングショットとか、僕はだからワンダモーニングショット売ってるローソン見つけたからいっぱい買ってきてるんですけど、これね今も飲んでますよ、これまさにワンダモーニングショット、普段飲まないんですけど甘いのよ俺には、これ甘いってちょっとミルクって感じだからあんま飲まないんですけど、まあ別に飲めなくはないしね、まあ、そこそこ美味しいんで、ただ缶が赤いから俺あんまり手に取りたくないんだよね、赤いのがそのぐらい苦手なんですよ、あんまり手に取りたくないっていうか、なんかあんまり視界に入れないようにして飲んでるんですけど、うん、おいち、いやそ、うん、まあはい、なんですけど、こういうのはまあ1スタンプなんですよ。で18スタンプ貯めないとこいつもらえなくて、18貯めるんだったらもうアカウント単位でくれればいいのにねって、まあ、思ったんですけど、まあいろいろ大人の事情があるんじゃないかなっていう、はい、まあとりあえず黒デブですよね。はい、まあ、今嫁さんの分をね、嫁さんが肉食えないしコーヒー飲まないし炭酸もあんまり飲まないんで、ちょっと今ね嫁さんの分も俺いっぱいワンダも飲んでるんですけど、だからちょこちょこ買ってきて勝手にポイント貯めてるんですけどね。で唐揚げくんはちょっとね、僕どうしてもあれ食べちゃうと辛いのダメなんですよ、俺辛くてお腹痛くなるんですよあれ食べると。それでも今日の朝も食ったんですけどね、1個ね、辛って言いながらご飯のおかずにしたらそこそこ食えたんで、あこの作戦いいなと思って。でそうこれ言おうと思ったの。前回なんかこうなんだっけ、そのそういう話をラジオ風のやつやったんですけど、コメントですごいねたくさんいただいたのが、これびっくりしたの俺、ほんとガチで知らなかったんですけど、すいませんねちょっと画面動かなくなりますけど、コメントちょっと何件か紹介しますね。ちょっと今後ね、なんか動画の中でコメント紹介していくわ。なんかそのプチおっさん放送局みたいな、なんか作って、なんかそうします。コメント返信したいのすげえ溜まってんですけど、もうその暇がないっていう。で、まあ、今回あれなんですけど、初めてコメントをくれた方がいらっしゃってね。初のコメント失礼します。炭酸水飲むこと以外に、米炊くのに使ったりできるらしいです、つって。で、仕上がりはふかふかになるんだとか。で美容意識高い人は洗顔に使うとか馴染みない方法ではありますが、使い道は頑張れば使えるみたいですよっていう。これうちのおかんにも聞いたの。炭酸水って何、ご飯炊いたら美味しいのって言ったら、いややったことねえよって言うから、ちょっとやってみようかなと思ってね。えでいやこれね、一人じゃないんですよ、いただいたのが。どこだっけなあ、ちょっと待って、どこだっけな。あとはね、どこだ、
あった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 、ウィルキンソンのグレープフルーツは29日からの発売みたいですよ。あと炭酸水で米を炊くと美味しいっていう話も聞いたことあるので試してみてはっていうコメントいただいたりとか、あとねもう一つまだいるの、炭酸水でお米炊いたりお肉煮込んだりと、割と使い道ありますよって、クックパッドでよく見ますね。クックパッドって何？クックパッドってなんかそのなんかご飯作るパッドとかじゃないのこれ？そういう雑誌とかあるのかな？ちょっとごめんなさい、あの僕全く料理って言っても味噌汁ぐらいしか僕作んないんでわかんないんですけど、まあ、いろいろなんかそういうのがあるんだね。そういうので紹介されてるってことかな。炭酸水ね、いや知らなかった。あとはなんかこう辛いの苦手なんで今回諦めるかなっていう方もいらっしゃったりとか、うん、いらっしゃいましたね。だからと、あとそうそう、あれもそう教えてもらった、あのね、このよくコメントくれるんだけど、ちょっとこの人もね結構コメント返信したいものあったんですけどコメントできなくて本当申し訳ない、コメント返せなくて申し訳なかったんですけど、イランカラフテーっていう、これ青魔導士触ってみたっていう、筋肉さんで青魔導士触ってみたっていう動画でいただいたコメントなんですけど、バックトゥーザーフューチャーのあれね俺がなんか言ってたんですけど、イランカラフテー 1.215W ですと、もうそれだけはっきりしておきたかったっていうね、あのコメントいただいておりました。で BTF ファンとしてはっていうね、いただいてましたね。多分でも青魔法この方もね、この方ね結構コメント読んでるとね、意外とガチっぽいから結構もう青魔法覚えてんじゃないかなと思うんですけど、うん、いろいろね、マーティン師匠ね、見ましたよ、これ、マーティン師匠もね、お茶目な子ですけど、私は嫌いじゃなかったです、そうなったのは最後の方ですけどって、見ました、マーティンさんね、結構いいやつでしたね、あいつね、皆さんも青魔導士、ちょっともしやってなかったら、ぜひね、マーティンがいろいろあるんで、マーティンなんだよね、マーティンね、嫁さんとね、動画編集してる時に気づいてさ、俺らマーティンって、バック・トゥ・ザ・フューチャーにいなかったっけとか言ってたんだけど、あっちマーティンね。マーティー、過去に行っちゃったり未来に行っちゃったりするのはマーティーだよね。 FF ではマーティンだからね、どっちかというとあれだよね、リッキーマーティンみたいな、いや何でもないです、はい、うん、リッキーマーティンではない、まあいいや。でまずまあちょっとよく分かんなくなりましたけど、僕がちょっと待って、俺 BGM オンにしてなかった、ごめんなさい、ちょっとはいオンにします。まあ何かなんかくっつけてると思いますけど、でも俺のこうすごい欲しいその目からビームがね、あれ、いやちょっと待って、違うんだ、俺調べたんだって、なくね、あれちょっと待って、俺は今回下調べしたもん、珍しく。あれよ、一番最初のアムダあったじゃん、一番最初のアムダプールで、なんかすごい気持ち悪いの出てきたでしょ、ボス、3ボス目の気持ち悪いやつ、カタストロフィードーンってやつ、あいつとなんか同じような見た目のさ、ダハーカダカってやつが出てくるリーブがあって、あれ違うよね、あ、これかな、いや、違う、絶対違う、これも違う、取り残された学習、お前一生取り残されてる、お前、あ、巡回、あ、これかな、確か巡回のやつ、もういや、ちょっとわかんない、調べるの難しいけど、受けるわ、いや、下調べしたんだよ、モードナリーブで、あいつねって思って見るのやめちゃったんだけど、あ、この人たちも絶対そうでしょ、あ、違った、タイタン E 出てるから違った、あれあれちょっとワンダなくなっちゃった、ワンダ今車の中にめっちゃ置いてきちゃった、ワンダ凍ってんじゃねえかな、今日なんか朝マイナス10度とかになってたけど、いいんだ、ファイヤー買ってきたから、俺ファイヤーのミルクテイストっていうのがすごい好きなんですよ、甘いの嫌いなくせにね、これ激甘なんですけど、ファイヤーのミルクテイストっていう北海道限定、北海道来たら飲んでみてください、びっくりするぐらい甘いから、これファイヤーのミルクテイスト、甘いコーヒー嫌いなくせに俺これだけは飲むんですよ。だからジョージアオリジナルとかあるんですよ、北海道限定で、ジョージアのオリジナルっていう、250ミリかな、245グラムのなんかあるんですけど、あっちは嫌いなの、甘いから嫌いなんだけど、このキリンだっけ、これキリンファイヤーミルクテイスト北海道限定、こっ
っちはジョージアオリジナルよりもっと甘いの。もっと甘いんだけど、なぜかこれだけは昔から飲んでるっていう、意味わかんない。俺もわかんない。甘いコーヒーほんと嫌いなの俺。なのにこれだけは唯一ずっと飲んでるっていう、意味わかんない。自分でもわかんないもん。うん、あ、おいちい。これなのよ、このね、甘すぎるね、この具合悪くなりそうな甘さがね、またいいんだ。これこれはいいんだよね。これいらね。え、どれだっけな。あ、え、これさっき、あ、これ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 、え、あれ、え、これ、いや、こっちじゃないかな。さっきなかったよね。いや、これだよ、きっと。これ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 。いや、目からビームが打ちたいだけなのよ俺は。いつでもどこでも目からビームが打ちたいのよ。その、うん、青魔法をね全部集めるとか、それはそういうことはどうでもいいんだ。今はそういうことはどうでもいい。え、これだったっけな。あ、でベンチャースクリプトもらえるからいいよ。ちょっと一番弱くていい。よし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 。なんだこれ。ギガントードレザーくれ。ギガントードレザーくれ。うちょ、てめえふざけんの。俺もできんだぞそれ。ちょ、待って、この野郎絶対やり返す。やられたり、あ、ここやり返しやる。うるイエーイ。あ、間違った。ちょ、違う、目よし。もうね、こういうよくわかんない遊び方をするのよ俺。よし。いやー、鼻変だな。とうとう俺も風邪ひいたかな。今めっちゃインフルエンザ流行ってるんですよ。皆さんとこどうすかね。あー、ちょ、カエルてめえ。いや、カエルてめえって俺ちょ全然見てなかったこいつ。ちょっと臭くしないと。あー、ちょっと逆、臭い引っ掛けるからこれ。イエーイ。何がイエーイかよくわかんない。子供、めっちゃ子供っすよね。なんかね、小学生が FF14 やったらこうなるみたいな、そういうあれですよね。なんか俺のやつって、なんかもう自分でやっててね、ほんと編集するのやだもん自分でやってて。なんかこうフレンド、あっと、もうお前この、あの、なんていうの、フレンドさんとかとさ、わーわーやってるのはさ、まだ編集してでもなんかこういろいろ思い出して楽しいんですよ。俺がなんか一人で喋ってるの、なんか小学生みたいだなと思いながら編集するんですよね、いつもね。バカだなこいつって思いながら。見てくれてる人はどうなんだろうね、これ。もっとバカなんじゃないって思ってんじゃないかなって思うんだけど。よし。もうなんかなんだろうね、もう臭い息をかけて目からビーム連打するっていうのが、なんだろう。うん。もう、俺の青魔同士は、その、なんで?びっくりした。水鉄砲でいいわ。なんかこうないかな、もっと語彙力。あれなんかまだここにリブマークついてる。あれ、あ、いいのか。え、これでダハーカ出てきたっけ。ちょっとこれいいんじゃない。背後からこっそり近寄って、背後から臭い息をかけるっていう、まあどうでもいいですけど。けーなー、目からビームねー。え、どこにある。あ、こっちか。すげえとこにあるな。よし、これで出てくるんだべさ。おお、出た。チョコちょっとお前ひらさんすべし、早くやって。あ、これ目からビーム、ほら今チョコボ食らったね。もう一回ぐらいやってくんないかな。ちょっと目からビームで戦おう。あ、ダメ。麻痺させちゃうから。おーしよし。見たよ。めっちゃ見たよ。ランニングしろよ、お前。ヤンキーみたいな格好しやがって。危ね。3回見てよ。もう。まあ、何回見るとか条件にあるのか知らんけど、絶対ランニングしろよ、お前。そう、いいや。あったう、ハリセンボン。よし、あれ、うん、タバコ吸おうかな。
これあれじゃない、タイミングちょっと違ってさ、ここでここで出るんじゃない、ここでこうあのデュクデュクレイってなってあのランニングするんじゃない、するわけねえやな。どれだっけ、これか、これリーブ中にジョブチューン出てきたなったっけ。あの開口線使うさ、あいつが出てきた時だけ青魔になるとかできなかったっけ。ダメかな。もう経験値減ろうが何しようが別にもう関係ないんだけど、そんなのねえ、いいよね別にね。できなかったっけこれ、リーブ開始したらジョブチェーンダメか、ダメかな。ちょっと一回やってみようよ。そういうね抜け道あってもよくない。これを1個取ってこの状態でジョブチェーンできないのかな。あ、できた、減少します。いいよ減少しても全然いいよ、全然いいっすよ。あ、もうこれでいいじゃん、全然いいよ。おいはい、あとはこっちか、あ、それいいよね、あれいいよね、よし。おいおいって、おおい、よしこれで5枚集めたときに、だ次青間になってればいいってことでしょ。ええー、はい。あ、ここで青間になっとこ。あ、これでいいよ、これでいいのよ。だって開口線覚えればいいんだ、開口線見りゃいいんだからさ俺は。よし、完璧だよこれ、完璧な作戦。お前もういいよ、フリーファイトでいいよ。よし、見た。よし、せめてあれだな。よし、君は目からビームだけで倒してあげる。開口線食らってやろ、一発。よいしょ。あれ？やった！タイミング、ちょっと。音消えたし。まあ、いいや。何？なんか今の、なんか変じゃなかった今。俺が戦士になったから。まあいいわ。あ、報酬少なくなってる。でも経験値少なくなってるだけ？ちょっとわかんないけど。はい、まあいいや。覚えました。開口線どこ？これ？融合って何？入れてもいいねんけど。これか。よし。これは絶対よく使うでしょう。これは絶対ね、よく使うんだ。どうしようかな。よし。ほら、いつでもできる。あー、これ。これがやりたかったの、これ。あー、いいね、これ。これがやりたかったんだ、俺。Gポーズしよう。ほら、いいじゃない、これ。あ、ちょっと待って。この格好ダメ。なんかサムネイルにしたらなんかこれパンツ見えそうだもん。ちょっとやり直し。家帰るね。お家帰る。これもうなんか、ね、祭りの人だよ、祭りの人。おい。いや、違う。もう一回。おい！いや、ちょっと広がんの早いな、ビーンって広がんの早いな。これいいじゃん。あー、ちょっと違うんだよな。ちょっと違う。あの、ビーって言った瞬間がいいな。ほい！早かったな。ほい！あー、遅い。あ、これかっこよくね？ほら。これかっこよくない？なんかこう、太陽にこう、眩しいってやってるんだけど、お前の目が光ってんだぞっていう。眩しいなってやってんだけど、光ってんのお前だぞっていう。それ、はい。写真いただきました。今いいや。何やってんだろうね、俺ね。ほんと小学生かって。ほい！あ、これいいよ。これ来た。これサムネイルね。これはいいわ、これ。眩しいなぁ。あ、これいいわ。いいね。いいよ、これ。
うん、なんだろうね。あ、これいいわ、これ。多分なんだろう、スーパーとかで欲しいの見つけたんだろうね。欲しいアイテム見つけた時にこうなるんだよ、これ。見つけたーみたいな、欲しいのあったーみたいな、そういう感じよね。なんかロックオンしちゃったの、これ。なんか、うん、でも草しかないけどね。なんか変じゃね。ビームってなんかここ燃えてるけど、ここ何これ。ちょっとまたこれなんかさ、なんだろうな、いちいち面白いんだよな、雨戸しって。これこの左手はなんかこうしないと打てないのかな、やっぱり。この左手重要なのかな、これで。さでさ、俺一番疑問なの、青魔道士って一番疑問なんだけど、このステッキ何に使うの。俺一番疑問なんだよ、青魔道士。いや持ってるでしょ、これ持ってんだけど、これさ、な、何に使ってんのこれ。だってしかも皆さんこれね、気づいてる方いると思いますけど、いやちょっと待って、格好元に戻すね、俺。ミラージュプレート。ログなのないんだけど、ほら、スケバンに戻すでしょ。そしたらさ、このエモートよ。俺、ツイッターでもやったんですけど、どこだっけな。あれだ、あれ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 、これ、勝利を喜ぶ。これ、完璧ヤンキーでしょ、これ。今の瞬間、これ。これ。なんか、あんたやんのかいみたいな。あんたやんのかみたいな。あたいは強いのよみたいなさ。そういうやつでしょ、これ。絶対そうだよ、これ。で、このトームストーンっていうさ、これやったらさ、仲間呼んでんだよ、これ。ねえ。絶対そうだよ。ちょっと装置を呼ぶから、みたいな。いや、なんかね。いや、なんでもないです。はい。ここまでお付き合いいただいた方々ありがとうございました。いつも通りわけのわからないおじさんでございました。それでは、どうしようかな。いや、まあこれでいいわ。したっけね。やっぱ筋肉さんじゃないとこれ迫力がないよね。やっぱ筋肉さんだ。あいつの攻撃力半端ねえもん。